けねえ。王子だ、ここにザス。ずっとここにいた。王子ダグ、シブルーンの弟の遺体じゃと、何があったんじゃ。フレイヤ、なぜ黙っとるんじゃ。本当に読んでもいいのか。わしには無理じゃ、読んどくれ。恋人を殺した弟にシグルーンが呪いをかけた。まさか、ありえん。後に家族を殺したのがヘルギだと知ったが、知った。ダートだった。そしてバルキュリアになった。償うため。フレイヤ、初めから全て知っとったんじゃろ。本人から聞くべきでしょう。しかし、過ちにまみれたわしを愛してくれた彼女は、
まさか同じような思いを抱えていたとはな。チグルーンの過去を知ってさらに愛は深まった。それを聞けてよかった。マリンの図面の一つじゃ。両親がどうとか言ったの？ああ、自分の作った武器でアース神族が仲間のドワーフを切り捨てるのを恐れ、図面を破り取ってしまったんじゃよ。それで？そのことを主神に知られ、怒りを買ってしまったんじゃよ。レイヤー、フィンブルの冬で呪いが弱まったとはいえ、お前さんも助けが必要だったじゃろ。闘志を取り戻せたのはシグルーンのおかげか？己の身を守れなくなる呪いをオーディンはそんな風に説明していたの。ああ、わしはそのように聞いておった。あの呪いがどんなものだったか知りたい。私がどんな思いをして解くために何を犠牲にしたのか。いや、不用意な質問じゃったな。その通り。でもノルを探したいなら取りに戻らないと。あ、待て。あ、家に戻っちゃうかこれ。フレイヤ、シグルーンがバルキュリアの翼探しを手伝ったんじゃな。わしの行った場所にあったか。なかったけれど、シグルーンが助けてくれ。あの時、
の私は怒りにとらわれていたのになおも助けてくれた。ロッド、もしかしてクレイトス狩猟よ。ああ、そうだね、ボスだけで、ね、こっち来いよ。ああ、
だから。マジ。クレイトス、終了。守るのは得意だね。Leader!
が邪魔くさいうわぁ、くせえですね狩猟よクレイトス、狩猟よ矢を変えるわ、狩猟が捕まえた王国を逃がした。分からん。これで王国の安心する。まだ怯えとる。私にだ。いいか、お前たち。怖がらなくていい。お前たちは安全だ。
し、それでこそ男だ。メスよ。強い女だ。メスかもしか分かってなかったのかよ、パパ。また破壊したわ。でもこれは無傷。うん、塚がはまりそうな穴まで開いておる。危惧した通りか。どういうこと？これか。見て、残骸があるわ。きっとテュールの像の一部。平和を守る。よし、これで最後じゃな。他に目ぼしいものは見つからんじゃろう。テュールは本当に人々から愛されていたわ。故郷ではこうして戦の神が崇拝されることはなかった。戦の神も千差万別じゃろう。ああ、そうだな。バルキリーが好きかな、現在は。熱狂のフラクニ、これはちょっと多分無理だな。
ここよ。上に登らないと。こっちよ。ねえ、斧で氷を叩き割れない。まさかトルンが魔法の氷壁を作り出すとはの。いいえ、これは自然にできたもの。またお前の友だ。私は呼んでないわ。いいよ、炎が来るわ。欺いたようね。レイダーたちは自覚していないでしょうけど。フレイヤ、協力感謝する。お前の得になどならぬのに。あの子が見つかればあなたも集中できるから手伝う。うまくいけばいいけど。そうだとしても感謝する。実に感動的じゃが、礼はこの寒さを逃れてからにせんか。お前さん、こっちの道はどうやら帰り道のようじゃぞ。そうね、ノルンはもっと上にいるわ。トールと同じ攻撃してくんじゃん、モーションが。見つけた。ああ、三度目の正直じゃな。あ、そういえばカラスいたんだった。そういえばそこに。
の不気味なささやき声聞こえとるか。頭の中がむずがゆい。ノルンの領域に入った。油断しないで。まやかし。おそらく投影に先入観は少ない。得体の知れない生き物がいる可能性もある。楽しみじゃな。本物に見えたが。残念だけど、想像したものも現実に。
混乱した記憶のよう。おまけに好ましくない記憶じゃ。運命が立ちはだかろうと屈しはせん。本物の銀のかけらの音に聞こえるがの。まあ大した気休めにもならんじゃろうが、
自己紹介の手間は省けたな。ノルンは一生見ることができる、うん、いい評判以外もお見通し。ファントムだ。ノルンがファントムを、わしとしたことが油断したわい。こっちだ。この先の洞窟にいるはず。またあのむずがゆい声じゃ。淑女にささやかれるのは大歓迎じゃが、この声にはイラつかされるわい。あなた怯えるとよく喋るのね。怯える？確かにそれはもう死ぬほど怯えておるが、冗談で和ませることこそ旅の仲間の神聖なる役目というもんじゃろう。おしゃべりで悪かったの。いかにもじゃな。バルト。バ
ルドル聞いてお願い。やめろ。なぜこいつを連れてきた。ここから立ち去るがいい。待って、バルドル戻って話を聞いて。あんたが招いた結果だ。見ろ。止めようとした。についたるとおくらい。オーディンに出会ったその日から君が現れるまで復讐していただろう。やつにこびれたのに戦を食わだせた。やつのあらゆる止めようくらいをその目で見てきたの。そしてやつに手のひらを返せ。その日までお前は君を止めようとしなかった。確かにその通りじゃ。プレイヤーに味方したから。
Ah.